こんにちは。花屋龍馬シリーズの今回は執着心が未来をということでね、お話しいただきました。お疲れ様でございました。まあ執着心っていうのはね、どういう意味かというと、並々ならぬ思い入れとかね、あと執念みたいな言い方でも言い表せるのかなと思いますし、まあ熱い思いとかね、それから熱心であることとか、まあとにかくそれをどうしても叶えたいという強い思いが感じられるものでございます。まあ執着心ね、ものすごく人生を成り立たせるためには、この執着心、執念みたいなものが必要不可欠であるように思います。まさにその執着心、執念が未来を開拓するとも言えるんですが、果たしてそうとばかり言えるんでしょうか。ちなみに執着心の反対語、対語ですね、これにはどんなものがあるのかということなんですけども、まあ単純に言って執着しないっていう言葉になっちゃうんですけども、一つの単語として執着しない言葉の単語っていうのはちょっと、見つからなかったんですが、まあ慣用句として言い表せるならどういうものがあるかなというとですね、潔いということがありますね。執着することと潔いっていうのは対語なんですよ。じゃあ潔いにそれほどネガティブなイメージがあるのかなというふうに考えると、まあ、潔いことも大事だなとも言えるんですよ。割り切りのいいとかね、くよくよしないとかね、あと往生際が良いとかっていう言い方もありますし、物事にこだわらないっていう側面もあったりとかね、諦めが良いとも言えます。つまり私たちはあるものを諦めて、あるものを諦めない、いわゆる選択をしてるわけなんですよね。この選択をミスっちゃうと、いつまでもやってはならない効果の薄いものにエネルギーを投入して、ああ自分は良かった、できたんだ、精一杯やったんだっていうふうな自己肯定感ばかりが募ってしまうということになります。でも簡単で効果が出やすいものから取り掛かると、人生はサクサクと前に進むわけなんですよね。これを4つのマトリックスに分けて考えることができます。簡単なものとすぐにできるもの、こういうふうなマトリックスです。簡単なもの、難しいもの、すぐにできるもの、すぐにできないもの、この4つのマトリックスを作った時に、簡単ですぐ効果が出るものから取り掛かった方がいいということになりますよね。でも簡単でも効果が出にくいものと、難しくて効果が出にくいものね。一番良くないのが、難しくて効果が出にくいものに対して執着を持つってことなんですよ。例えば私がね、いくらプロボクサーになろうと思ってトレーニングしても、プロボクサーにはなれないわけなんですよ。もちろん今ね、50代のプロボクサーっていうアマチュアのグループができてますけども、それは例外として除いてですね、公式のボクシングのフィールドではですね、私はどんなに頑張っても無理なんですよね。それこそ規約を変えるために努力と人脈を重ねれば、もしかしたら規約を変えることが可能になって、プロボクサーの50代枠っていうのができるかもしれませんけども、かなり難しくて効果が出にくいですよね。だから未来を構築するために執着するっていうものの使い方を間違えると、とんでもない人生のスポイル、いわゆる無駄遣いになってしまうわけなんですよね。まあその中で、最も効果が出やすくってで簡単なものを選ぶとすると、今の私でしたら、例えばね、自分のプロボクサーチーム、オリジナルチームを作ってしまうっていうことがあります。これはお金と発信力があれば何人かは集まると思いますんで、その中でね、アマチュアボクシングルールを作っていくっていう方法はあるでしょうね。先ほどちょろっとお話したわけなんですけども、そういうことをやってる人は実際いますんでね、まあこういうふうに、じゃあ何に執着して、何に対して往生際がいい態度を見せればいいのか、諦めが良い態度を見せればいいのか、これ自分で判断できない場合は客観的に見てもらうという必要があります。それがいわゆるコンサルってことになるわけですよね。で、私の速化塾のコンサルではそういったものを選んで提供していくんで、効果が出やすいってことになります。ですので100人を100人平等には扱いません。100人いたら一人一人に特別扱いをしていきます。で、この人には体力系、この人には頭脳系、この人には工夫系というふうに、いろんなその人が最小限の努力でたどり着けるものがあるわけなんですよね。それに対してはね、もうしっかりと執着していただきたいですけども、それ以外のものはどれだけ経験があっても、どれだけ好きであっても、往生際はよくね、諦めて潔く選択してほしいかなと思っております。まあこういう形でね、執着心が未来を開くというふうに私は解釈しますけども、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。